学徒のフラチナ男たち。テレフォンエクササイズ略してテレフォン X 今夜のリスナーは福岡県のユミ高校1年生。まずはメールを読んでみましょう。私は高校の吹奏楽部でホルーンを担当しています。だいぶ慣れてきたんですが、7月に控えているコンクールの自由曲で一つの音を16拍伸ばさなければいけない部分があるんです。私は8拍までしか伸ばすことができないので16拍なんて でとても吹けません。楽器が得意の楽土さん、どんな練習をすれば音を長く伸ばすことができるんでしょうか。教えてください。モリモリ。モリモリ。おはようゆみちゃん。<laughs> おはい、ございます。はいはいはい。ゆみちゃんはホルンやってどれぐらいなの？まだ二ヶ月経ってません。二ヶ月経ってもないのにコンクールに出るんだ。はい。なんかホルンの人数が フォースまででであるんんすすけど4人しかいないなよだから出ないといけないんです <laughs> でいみちゃんはどこなのサードなのフォースなのどうのフォースですああフォースなんだはいそうかーこれは大変だな7月のいつ ?7 月の終わりの方ですねああじゃあ大丈夫だなできるよあはいできるようになるよはいそこに今ホルンあるはいありますちょっとその音出してみてはいはい くらいですゆみちゃんダメだよはいええコンクールの課題曲ってどんな曲えっと吹奏楽で有名なスミスという人が作曲した「ポセイドンの風」っていう曲ですちょっと歌ってみてはい「タタ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 たタタタタタ」うん。 今ちょっと僕はゆみちゃんがケンシロウかと思ったよえびっくりした <laughs> えっと16拍まで伸ばすってことは、はい、16拍っていうことは、はい、この曲テンポは何な,な,なのテンポ180です16拍で、はい、180って言ったよね今はい180です120っ120だった場合は、はい、16拍の場合8秒でしょめめちゃめちゃゃゃ短いじゃないじなでも苦しいんですよすごく。<laughs> そ、えー、そんなに息吐けないの?。あ、なんか微妙なんですよ、なんか。音を結構大きく出して。伸ばさなきゃいけなくて。きついんですよ。うん。なんか音の大きさがあんまりないので。うん、あんまり出せません。なるほどね。腹式、はい、の練習やってる?。あ、家で、あの仰向けになって寝たりとか、立ちながらやったりとかはしてます。腹筋してる?。腹筋は時々。 ダメじゃないはい。ダメだよ。そんな、あれで、楽器を吹くのに腹筋がないなんていうのはもう基本的に問題外だよ。はい。あのね、今から毎日1日500回やりなさい。はい、わかりました。いや、できるから、普通に500回は。はい。腹筋だったら。はい。ものすごい綺麗なお腹になるよ。ジャネット・ジャクソンみたいにこう、<laughs> あの、綺麗にパカ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 って分かれるお腹になると思うな。はい。 はちょっときついから200回でいいよあわかりましたまずそれが一つやらなければいけないことでしょはいうん今からこの電話が終わったらすぐにデパートデパートダイエーかなんかあるあありますでダイエーに行ってゴムボート買ってきてゴムボートですかゴムボート普通になんか ゴムボールとかだったり家にあるんですけどダメダメダメゴムボートそれか浮き輪3つでもいい浮き輪の方が安いな浮き輪3つ買ってきて大人用の浮き輪はい分かりましたで大人用の浮き輪を買ってきて必ず朝昼夜寝る前その浮き輪を全部膨らまして全部空気を抜くっていうのを3回ずつやってはい分かりましたうんあのもうずっとフーてフーていうのを うん、あれであの膨らましてって言っても普通にポンプ使っちゃダメだよ分かし全然意味ないからね、はいうん、それをやると、はい、多分1か月で肺活量は今成長期だからあっという間に上がると思うよは、はいうん、こういうトレーニングをしたら腹式は基本的に上がるかな、はい、ありがとうございますちょっと音出してみて16拍。 ダメだよそれ気合が足らないね今ちょっと緊張の夏って感じがしたよ今 <laughs> 日本の夏って感じがしたよ今<は>ちょっとなんか蚊が飛んでたよ蚊ですかダメだよそんなんじゃ、はい、ホルンはさ、はい、イメージで言うと、はい、象の遠吠えだからね遠吠えですかそうだよあの<は>パオー,ーンだよ今のゆみちゃんは蚊だよ はい、ダメだよかからゾーンになるにはよっぽどの練習と根性と継続する気合が必要だよあはい大丈夫、はい、あもう一回だけチャレンジしていいですかいいよあはい「こいつか!」<laughs> みたいなはいど,どうでしたかあのいや その、それは、ちょっと、16泊とかっていう問題じゃないんじゃないのか、それ。よっぽど頑張らないとダメだよ、みーちゃん。はい。分かったはい。うんあ。あとね、はい、あの、もう一つ、あの、いい方法を教えてあげるよ。はい。ペットボトルって、ね、ペットボトル、例えば水とかお茶とか飲むことある、はい、あ、あります。うん。だったらね、はい、飲み終わったペットボトルを口に加えて、はい。そのプラスチックが逆肝にへっこむぐらい。はい、吸ってみて。 あ分かりましたフっていう状態で結構、はい、パク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 ってこうプツプツプツってこう潰れるぐらいの肺活量があれば、はい、肺は多分すごい鍛えられるよはい拭くのは、はい、さっき言った浮き輪、はい、で吸うのはそういうペットボトルで練習はい、うんまあ、気をつけてあの、はい、しっかりトレーニングすることが大切だと思うよはいに行ってくださいはい分かりました うん、で浮き輪を買いに行って、はい、あ,のあれだよ学校に他に一緒に入ってる新入部員とかいるんでしょあフルートの子がいますじゃあそのフルートの女の子と一緒に部活始まる前に浮き輪を二人でどっちが早く膨らませられるかあの競争相手がいるといいからさ、はい、で自分よりも、はい、あのホルンの先輩もいるんでしょはいいますじゃあその先輩と競争してみな、はいはい、そしたら分かるよ どれぐらいの違いがあるのかってそれを目安に時間測ることで必ず1回の薄量を長くすることこれを必ずね毎日やってそしたら必ず自分の時間をノートに書いておくことそしたらどれだけ自分が成長してるかが分かるからしっかりやってねコンクール終わったらその成果を必ずメールで僕に送って はい、わかりました。はい。頑張ったな。はい。あれだよなあの、別にホルンに限ってことじゃなくて、僕らみたいなボーカリストとか、まあ、あと、副楽器の人、サックス、まあ、木管、金管全部なんだけどね。基本的に、水泳もそうだし、運動系もそう。うん、肺活量って絶対的に必要なものなんだよね。肺活量なくて、運動能力が上がるってことはないから、 僕が去年からまたやり始めてるのはその浮き輪を買って浮き輪でリハーサル始まる前にフっていうやつをやるんだよねウォーミングアップになるんだよねそういうことをこう毎日やってたら結構いい歌を歌えるようになる